ナオスカサバイノブタンネルです、7月の1日、金曜日ですね、時刻の方は14時21分です。いつもの、ね、カフェで、カメラ回し始めたんですけども、ちょっとね、週末なんで、お客さん多すぎて、人が多すぎてね、ちょっとカメラね、回してられる状態じゃなくなったんで、バンパックちゃんたらゲストハウスのね、3階のテラスに逃げてきました。そうっすね、もう7月の1日ってことは後半戦、2022年もね、後半戦に突入しました。で、なんかね、ご紹介できるような、ね、ニュースが上がってるかなと思って、ニュースサイトをね、いろいろとね、探ってたんですけれども、一つありました。ビエンちゃんとタケイクを結ぶラオスベトナム 鉄道プロジェクト、これがね、なんか承認されたらしいですね。で、ビエンちゃん、首都ビエンちゃんですね、ナコンルアンビエンちゃん、ここからですね、南の方に行くと、次の大きな町がね、パクサンかな、その次がね、タケイクですね、パクサンタケイクで、その先にはね、サワナケートっていう奥美の町があるんですけれども、そこのね、タケイク自体はね、タイと国境を接してます。で、そしてね、あれカムアン県なのか、タイとね、ベトナムに挟まれたね、南部のね、トバクチのとこですね、ラオス南部のね、トバクチの町なんですけれども、そこまでね、鉄道がね、ベトナムから、約452km の、鉄道路線をね、敷設して、ベトナムからね、乗り入れを始めるらしいですね。で、タケイクからビエンチャンっていうのはね、312km、延べね、764km のね、新しい路線、南部ですね、南部路線のね、工事がね、始まるみたいですね。で、これね、すごく、意味のある、路線になると思うんですよ。というのもね、タケイクから、東の方に向かって、ベトナムに入るとですね、ダナンの上にね、あるね、町、ダナンの上の町のね、なんつったっけな、町、ちょっと待ってくださいね、これか、これ、ブンガンっていうね、港があるんですけども、これ、2017年からですね、ブンガンがですね、50年間ね、ムーンアンの港をね、ラオスがね、咀嚼したということですね。だからその今、ラオスはね、東南アジア唯一のね、内陸国なんですけども、そのブーンアンに向けての今ね、高速もね、もう開通してるのが、まあこれからですね、まだその、南ラオからベトナムまでのエリアしかまだ開通してないと思うんですけども、それも、高速道路を整備しながら、鉄道網も、伸ばしていくということでですね、物流がかなりね、活性化するんじゃないかということですね。で、また今までね、港を持ってなかったラオスなんですけども、そこの文安のね、港を利用すればですね、ラオスポートとして、そこは活用できるんで、ラオスのね、ラオス国内生産品をね、そのままね、海外にね、コンテナに詰め込んでね、海外に輸出することがね、できるようになります。このね、高速道路とね、高速鉄道、これがね、開通した暁にはね、かなりね、ラオスのね、物流のね、環境が良くなると思います。ね、さらにね、南に下っていくとですね、カンボジアがあるんですけども、カンボジアの、ね、政府の方もラオス、まあ、要はラオス の, 高速鉄道とつながれば、その先に中国が見えてくるんで、そっちの方にね、鉄道をね、伸ばしていきたいというふうなんで、視察はね、先月6月の半ばぐらいか
半ばぐらいに、その視察でね、カンボジア の, あの施設団が来てたみたいですね、うん、まあ、こんな感じで、ね、ラオスどんどんね、物流のインフラがね、整ってね、発展する兆しが見えてきてますね、うん、まあ、タイもね、今イサンか、イサンの方はね、だいぶ工事が進んでるんですけども、バンコクのね、さっきから言われたファラポーンですね、ファラポーン の, 中央駅が、もう、利用が中止、まだ動いてるのかな、で新しいね、バンコク新駅、新中央駅がね、あそこ高速鉄道の駅になっているので、まあまあその辺はね、タイも、ラオス経由で、中国で、まあ、また中国がラオス経由でタイを狙っているということなんでしょうね。うん、こんな感じでね、これからのね、ラオスの経済はね、今ね、ちょっとのぞこチックな雰囲気もあるんですけども、という感じで、物流の、ね、インフラが整えばですね、ラオスの未来も明るいんじゃないかと思います。うん、まあね、これで、物流だけじゃなくてね、旅客の方もね、期待できるんで、竹駅観光客が行っても、僕はね、結構ね、竹駅の街自体はね、そんな大きくなくて、こじんまりとしてて、メコン川沿いでね、好きな街の一つなんですけども、うん、あそこに行きやすくなるのはね、嬉しいですね。うん、で、どうも、旅行者的には、ベトナム行くのが楽になれば、ね、列車でね、東南アジアをラウンドできるっていうふうにね、そういった未来にね、近づいてくる。